今日は、カンバヤ釣り、エピソード2です。シマちゃん。巣作り？首が長いな。競技用の練り餌。上差しプラス練り餌、下ミミズ。練り餌で早を寄せて、ミミズで仕留める作戦。全く当たりがない。当たってるけど。当たりは一回だけでした。今日の作戦は、船の真下がポイントだ。これで、早を寄せます。怒りを下ろせ。あいあいさ。作戦開始。ミミズの一匹がけ。うねりが。ゲロが出そうです。今日はうねりがひどいです。ここは、枯れ草が、ぼうぼう。あそこの中州にいた。ミミズをぶっ込む。早はぶっ込みでも釣れます。小さいのも狙っとく。厳しすぎる。小魚狙いの方は、延べ竿にしとく。
加担した。ああ。竿がドボンした。ダブルヒット。あれ？絡んでる。なんだよもう。軽い。もたついてる間に逃げられた。絡まってなかったら、大物が釣れていたはず。二日で小魚一匹釣れない。って、シャレになりません。次は、秘密の釣り場に行く。ここは、湧き水ポイントなので、冬でも魚が豊富にいます。あれ？冷たい。魚の大群もいないっぽいな。カメはおるけど。去年の台風のせいだな。ここまで水位が上がったんだな。どうしよう。ヘラシもいない。ヘラもいないもん。とりあえず、浮き釣りをしてみます。まあ、針は3本。刺しプラスネリエ、刺し、ミミズ。やっぱり、ダメ。魚の気配がない。あっちでやってみる。ここもダメだな。西洋からしなだ。浅漬けにしてみるか。これの根は食べたことがない。いつもの湖に行きます。ガソリン代がシャレにならんぞ。増えたがドン引きだね。あの人、ワカサギを狙っている。
竿を小刻みにしゃくってる。ちょっと、もう。カンバヤを狙ってる場合じゃないです。小魚一匹釣るのが新たな目標です。餌は全部刺し。魚を寄せる。ワカサギが釣れてた。久しぶりに魚を釣った。以後は、カンバヤを狙います。ハヤを釣るなら、ここの方が良いはず。ヒットかな。おお。これが本命のカンバヤだー。しかも、ダブルだぞ。まあ、リリースだな。カンバヤシリーズは、続きます。もんだら、完成。西洋からしなの茎。辛い大根の葉って感じ。大根の葉よりは、美味しいかも。西洋からしなのね。体に悪そうな辛さだし、筋張っている。ご視聴ありがとうございます。これが日本の冬の川釣りの現実です。応援をお願いします。